パート2やっていきます。よろしくお願いします。若干変更点がありまして、パート1からのデータと違っております。というのも、パート1のデータは進めてたんですけれども、不幸に見舞われまして、掲げてた目標を達成できないと判断しましたので、また新しくデータを作って、パート1で進んだ9月1週まで、のところからパート2を始めていきたいと思います。まあ、パート1のデータと、今やってるデータでの差分みたいなところは、後々ご紹介していくということで、まずメタチ君2回目ですね。行きましょう。まあ、そこまで違いはありません。イベント合わせております。そのメダチ君の進行具合だとか、石中さんが、まだ3回目起きてないですね。それぐらいですかね。まあ、あとは、聖夜君がやってきたとか、鬼ザメコーチが今回はまだ出てきていないみたいな、それぐらいなもんですかね。あと、大神さんのこれですね。イベントでございます。なかなか起きませんね。この選択肢 C を選ぶことで、イベント継続というところで、進めていきましょう。そうだ。試合ですね。前も言った通り、この試合はカットしたいと思います。尺の関係上ね。で、まあ少しでも活躍してくれるように、ちょっと待った。変化球をまず取ろう。スライダーでいきましょうか。スタミナは50まで上げても大丈夫です。50以上上げたらちょっともったいないかな。で、50まで上げたら、野球の称号だとか、投げ込みとかで、勝手に110まで行くと思うので、僕のスケジュールの中では。なので、50でとどめて、あとは球速に費やしましょう。では、パート1でも言った通り、カットしたいと思います。はい、0対0で引き分けですね。珍しい。で、主人公としては、7回と3分の1、自責点なしという、大活躍をしてしまいました。で、先ほど弱気になってたんですけれども、それは1試合目でですね、弱気になったということは、まあ、活躍できなかったということで、さらにですね、ピンチ罰という、すごい、お点を拾ってきちゃいましたね。ピンチ罰を入手してしまっています。というところ、一番大きなところかな、このデータ。で、それの解消は、まあ、イベントは、なんとなく目星はついているので、まあ、相殺できる、相殺か。相殺うん。まあ、できると思うので、それは大丈夫だと思いますけど、若干それで、練習の効率が落ちてしまうのかなというところは、まあ、否めないかな。では、ちょっと体力を減らして、ひよりちゃんが、電話1回も済ませてますと。次、うろつき行きましょう。歩行者天国。やはりいい歌ですね。心にグッとくる。もう一回行きましょう。今回邪魔は入りませんね。まあ、やすしさんとか赤いデカとかが出てきたら、まあ若干そのターンの無駄が生じて、育成する選手の能力にも影響してくると思うので、10月3週ですね、コントロールを最大まで上げて、投球テスト、頑張れるようにしましょう。まあ、絶好調だしね。30点以上はいいんじゃ、いけるんじゃないかなと、踏んでおりますけれども。石中さん3回終わったね。ミルキー通りは、ロールパン2回、かな。で、ランニングしてないですけれども、それで体力最大値大丈夫なのかという、まあ、不安の声が寄せられてるかもしれません。でも大丈夫です。ひよりちゃん、クリスマスとか、バレンタインとかで体力最大値を上げてくれます。なので、ランニングを自主的にしなくても大丈夫。3年目でちゃんと練習できるぐらいになります。まあ、序盤若干厳しいから、そこは勉強で、応用を聞かせてやっていこうかなと。なんか、東京テストのスコアが1年目と変わんないんですけどね。僕のちょっとやり方にも問題があるのかもしれないが。若干悪いよね、コントロール。20超えぐらい。マジっすか。これ1年目の、もう本当の最初の東京テストと変わんないんじゃないですか。何の成長もしていない。目立ちくん2回目行きましたね。あとは、3回目はランダムイベントなので、待ち状態でございますと。ミルキー通りや、ひよりちゃん進めましょう。このひよりちゃんの電話行って、うろつき行って、電話したら彼女になりますね。まあ、彼女になったところで、クリスマス祝ってくれるということではないので、まあ、継続してひよりちゃんには電話かけていきますけれども。ひよりちゃんがスーパーで働いてるとこちょっと見たいね。あのウィッグつけて、ね。あ、そうだそうだ。ポツとプーコのイベントが起きてますと。これも珍しいですね。先ほどの、大神さんの、まあ、家族事情のイベントと、並んで珍しいやつかなと。で、うろつき行ったから、ひよりちゃんに電話しても、ちょっと体力的にもったいないところあるので、投げ込みしてからにしましょうか。ここでピンチ×を、解消できるイベントがありますと。選択肢か。選択肢がありますと。B を選びます。確率 10% でピンチ割る。お願いいたします。ダメか。世の中厳しいな。じゃあひよりちゃんを彼女にしましょう。うろつきとデートを繰り返してここまで来ましたけれども、このフローを間違えると、まあ、肩透かしというか、一旦無駄になってしまうことがあるので、しっかりこの、フローを覚えて、ひよりちゃん攻略してください。さあ、じゃあ、この12月はひよりちゃんに付きっきりでいきましょう。どこに行くかっていうと、球場です。球場に行って、まあ、さっきはスペシャルデートイベントだったから、経験点ちょっと違ったんですけど、基本のデートのイベントだと、変化球練習よりちょっと効率は落ちるんですけれども、変化球の経験点が手に入って、なおかつ、ひよりちゃんの好感度も上がるっていう、いいことづくめなので、球場を中心に、デートを回していけばいいのかなと思います。さあ、車で分 3D。若干 3D っていう名には劣ってしまうようなこのゲームですけれども。いて。乗れもしなかった。3D ってな、もう 3DS 出てんのにな。若干目劣りしてしまうね。お、これマジで本当に珍しいイベントが今回起きますね。もう名前も忘れましたわ。ジョージさんだったかな。あ、稲本ジョーンだ。不眠症になっちゃったけど、まあ、それは、幸せそう入手してるから解消できますと。ここ、猛勉強しましょうか。ちょっと付きっきりって言ってましたけれども。稲本ジョーンさん出てきたら、この連続イベントの最後によく飛ぶバットを入手することがあるので、若干それもいいかな。結構いいイベントがフラグ立ちましたね。で、ここでセーブします。これまでの実況にはないパターンですね。なんでセーブするかっていうと、まあ、おみくじでよく飛ぶバットを入手したいってのがあります。で、おみくじで、ナイスなグラブを入手してしまったら、ここまで戻ってこれるようにということで。まあでも稲本ジョーンさん出てきたから、別に、おみくじをそんな選別してやらなくてもいいのかなっていう気はしてきましたね。で、ひよりちゃん、球場に何度も行っても、まあ、他の彼女だったら、前も行った場所だよって、不満タラタラなんですけれども、ひよりちゃん純粋だから、そういうことないんですね。あ、でもまあ、球場だけなんだけどね。ゴールデン銀座2階とか行ったら、飽きたって言うんですけれども。お、当てちゃった。じゃあ、おみくじですね。おみくじのコツはもう実況というか動画内で6回ほどやってますので、ご存知かなと思います。この真ん中で打つ方法と、左右のこの端っこから打つ方法。好きな方を皆さん、まあ、選んで攻略してください。で、開幕打ったのは、まあ、無駄玉を減らすっていうところで、ホルヒスに当てるのはもう、まあ、お茶の子再々なんですけれども、その後の弾の処理っていうところで、大吉から外れてしまうっていうことがよくあったんですね。だからその分の弾を、消費するために最初に一発撃って、まあもう大吉ホルヒスになることを確実にしていきたいと思う。という思いがあって、開幕一発目撃ちましたと。なかなか黄色は来ないな。あと一発ですね。はい。よし、来ました。大吉ホルヒスです。さっきも言った通り、稲本ジョーンさんがいるから、ここでナイスなグラブを取っても別に僕はいいかなと。確かね、稲本ジョーンさんは、欲とバットをすでに持っていたら、何もくれなかった。いや、なんか代替品をもらえたかな、確か。だから、あ、ナイスなグラブか。まあ、いいでしょう。じゃあ続けましょう。さっきも言った通りね。ジョーンさんの、バットに期待ですね。なんか外人選手を紹介してるみたいだな。ポストプーコ3回目です。4回目でやる気が上がるのかな。ひよりちゃんの、好感度としては、60以上で、新しくイベントが、発動するので、まあ、それまではずっと休場かなと。あと、まあ、高級住宅街も、行かなきゃいけないんですけれどもね。目立ちくんのランダムイベントですね。3回目です。これ2年目になったら、起きますと。1年目の間起きないので、それまで待ちましょう。で、ここ選択肢、それでいいと思ってるの。で、イベント継続です。これでメダチ君が本気を出しますと。で、あとはうろつきをすればいいんですけれども、まあ、このうろつきが、イベント4回目ですね。これが、成功と失敗がありまして、まあ、失敗だとちょっと、一旦無駄になってしまうので、それは起きないでほしいなっていうのを願いながら進めていきましょう。ジョーンさん、早く来てよ。できるだけな。経験点的には、前も言ったかな、筋力経験点が少なくなって、技術経験点が余ってしまうので、欲とバットを早めに入手しておきたいんですよね。どうしようかな。ミルキー通り行きましょう。まあ、ひよりちゃんの先ほど言った好感度60以上っていうのに加えて、ミルキー通りのイベント一つと、ゴールデン銀座のイベントは関係ないか。あと誕生日か。誕生日でもらえる、住民票ですね。それを受け取るイベントを終えて、高級住宅街も行かなきゃいけないですね。おねざめ兄貴。お久しぶりです。でもちょっとタイミング違うなぁ。体力20以下の時はああいう風になってしまうので、どうしよう。幸せそうを使うのは、バッドステータスのこともあるので、バッドステータスっていうのはまあ恋の病ですね。おそらく球場に何度も通っていると、恋の病ついちゃうので、スライダー2にしましょうか。で、スタミナも上げ切りましたので、あとは急速に回して、ランク上げましょうか。野球知識が、カンストしてしまいそうなので、スピードプラス2を取っちゃいます。で、猛勉強。まあ、10減らしたところでの話なんですけれど。もう一回行きますか。99にするとな、目立ちくんのイベントで野球知識って得ることがあるので、ちょっと消化しておきたい気もあるけれども。まあいいや。ひよりちゃんをずっとここから通いましょう。世間評価 30% 以上なので、次の試合出れますね。球場行きましょう。球場行って、お、不眠症治りましたね。お、来ました来ました。これを待ってました。これ2回目ですね。3回目で、よくと奪った入手でございます。やる気と引き換えに。若干やる気が低いから、経験点の入りが悪いですね。恋の病にならないと。高木、お前も影薄いよな。稲本常温張りに。体力ちょっと上がっちゃったから、高級住宅街行きましょうか。これは、2回まで起こして、3回目は好感度60以上ぐらい。正確な値はちょっと知りませんが、そこまで上げまして、ゴールデン銀座行きましょうか。もう付きっきりですね、ひよりちゃんに。逆にアイドル活動大丈夫なのかっていうぐらい主人公に付きっきりですけれども。で、ゴールデン銀座3回目で、球速が上がるので、まあ、それを期待してね。あ、時間がやばいですね。じゃあこの試合が終わったらパート2は終わりましょう。まあ、2年目の第1試合目なのでお見せしたいと思います。まあ、特に変わった点はない。球速が上がったのかな？急激に。138キロでございますと。で、スタミナも、そこそこあるので、結構投げてくれるのではないかと。このまま勝利投手になればいいですね。総合変化量8って言ってますけれども、スライダー、カーブ、フォークでいこうと思います。で、スライダー2、加算、カーブ1、フォーク6ぐらいで、まあ、8以上は目指せるのではないかなという算段です。西武ライオンズですね。この時期はどうだったのかな、ライオンズは。選手名見てもいまいちわかんないんですけれども。あんまり野球に詳しくないのでね。特に、まあ、この頃の野球選手というか、OB とかは本当にわかんないですね。今活躍されてる方は、まだわかるけれども。あ、嘘やん。勝利投手の条件消えた。あ、負けた。湯田くん。まあでも、主人公としては、7回3分の1。いいですね。このままピンチ丸がついて、相殺されればいいんですけれども。はい、では、パート2はこれにて終わりたいと思います。続きはパート3で。それでは。